ンポン。あ、そういや来週注射あるやな。露骨すぎん。はい、じゃあお注射しましょうね。キャー、でけえな。おい、やっぱりこっちかな。キャー、おい、これはどうだ。キャー、もう関係ないやん。何それ。じゃあ当日痛くなくなるように練習しときます。いやいや、うわ、これガチだ。注射するときはみんないつも練習してるのに、あかねだけやらないの。そうなん、私も先日やりましたよ。じゃあやる。ひふひふ、ちょろちょろ。こいつ、ふう、気合もバッチリ。よっしゃ、やったるで。うすうすうす、なんだよ。いやいやいや、刺すのが早いよ。めんごめんご。細いものが当たるだけで発狂しそうや。重症やな。今は体の細いついなちゃんに葵が触れただけで発狂しそうや。重症やな。ゆかり先生が触れたら別の意味で発狂しそうや。せやな。うちは安心感がある。褒めたんや。今のは褒めたんや。そういえば、気をそらしたタイミングで注射すると痛くないって聞きました。お、それ良さそうやな。じゃあそらしてママ。誰がママやしばくぞ。はあ、じゃあうちが気をそらすから、ゆかり先生はそのタイミングで注射するんやで。オッケーオッケー。わあ、あかねちゃんいい子ね。帰ったらハンバーグ食べましょうね。インパクトがない。見て、うのクソガキ。あかねちゃんいい子ね。うんば、何その顔。女の子がそんな顔したらあかん。てめえら、おい、てめえらうちが気をそらしてんだから注射しろや。はい、じゃあ行きますね。え、あ、はい。すげえ。こいつら芝居太郎かな。ここの葉、あかねさん。うん、行きたくないな。このまま逃げたるかな。いや、でも、みんなに応援してもらったし、たくさん練習したんや。大丈夫や。うちは強い。うちは強い。きっと、注射なんて、全然痛くない。はい、ちょっと。キャー！あ、受ける。ん？ゆずきゆかりさん、注射しますよ。やだ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 ！痛いの嫌、痛いの嫌！こいつ。痛いの嫌！おい、お前らな、たく。はい、注射しますね。優しくお願いします。プス。キャー！